おしんを演じ一躍有名になった女優の田中裕子さん。沢田研二さんと結婚して夫婦関係が良好のようですが、現在はどんな生活を送っているのでしょうか。沢田研二さんとの結婚エピソードやおしん撮影時の厳しすぎた状況などについてまとめましたので紹介します。田中裕子さんのプロフィール。本名沢田裕子。生年月日1955年4月29日。出身地大阪府池田市。身長160センチ。血液型 B 型。学歴明治大学文学部。所属事務所アニマ出版。経歴生い立ち。田中裕子さんは1978年明治大学在学中に文学座に入りました。女優活動を開始させると、翌年の1979年には NHK 連続テレビ小説マー姉ちゃんで主役の妹役に抜擢されます。1981年映画ええじゃないかと北斎漫画で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞新人俳優賞を受賞しました。デビュー後すぐに売れっ子女優となった田中さんは忙しい日々を送っていましたが、どんなに忙しくても学業をおろそかにせず大学に通いました。その理由について、女優という仕事には知性が必要だと思っていた。若さは一瞬だけど学んだことは自分の財産になる。時間とともに深まるのが知性だと思いますと語っています。そして1983年連続テレビ小説おしんで成人したおしん役を演じ、日本だけではなくアジアやイスラム圏を中心に世界的な有名女優となりました。最高視聴率は 62.9% とテレビドラマ史上最高視聴率を叩き出しました。以降現在までコンスタントにドラマや映画に出演し続けています。略奪婚で。田中さんは1982年映画男はつらいよ、花も嵐も虎次郎でジュリーこと沢田研二さんと共演すると意気投合し熱愛に発展しました。きっかけは沢田さんが田中さんにベタ惚れしてしまったことだと言われていますが、田中さんも沢田さんのファンだったようです。熱愛に発展した二人ですが、沢田さんは当時双子デュオザ・ピーナッツの伊藤恵美さんと結婚し息子もいました。この熱愛報道で沢田さんは草稿の妻を裏切ったと報道され、沢田さんの人気は一気に急落し、ファンクラブが解散に追い込まれるなど歌手生命の危機に陥るまでになりました。しかしこの事態にも田中さんは動じることなく、マスコミの執拗な取材に対し、私は絶対に結婚する、諦めないと宣言すると、田中さんも世間から叩かれることになりました。その後、沢田さんが伊藤さんに慰謝料18億円を支払い、1987年離婚が成立。その2年後の1989年に2人は結婚しました。現在も仲良く暮らしているようで、田中さんは独身でいるのと、両方やってみれたら一番いいんでしょうが、結婚してよかったと思いますねと笑い、多分結婚しないでこういう仕事をしていたらしんどかったと思います。背負う荷物も一人だと大変ですが、結構助けてもらっていると思いますと沢田さんへの思いを語りました。そんな仲がいい二人ですが、2018年、沢田さんがコンサートのドタキャン騒動を起こした際には田中さんもさすがに怒ったと言います。田中さん夫婦には仕事に関することはお互いに不介入というルールがあり、田中さんが沢田さんの仕事面に口を挟んだのはこの時が初めてだったようです。子供がいない理由が。結婚当時田中さんは34歳、沢田さんは41歳でした。子供がいてもおかしくない年齢での結婚でしたが、二人の間に子供はいません。沢田さんには息子が一人いて、その息子に配慮して、
あえて子供を作らないようにしていたと言われています。おしん撮影秘話が、日本だけでなく、香港やフィリピン、インドネシアなど世界68カ国で放送され、日本ドラマ史上に残るメガヒットを記録したおしん。世界で最もヒットした日本のドラマと言われるおしんで、おしんを演じた田中さんですが、おしんに対し番組関係者の一部から、未だに確執が残っているとの声があるのです。現に、おしんの出演俳優たちが集まり、制作の舞台裏を語り合う朝ドラ同窓会おしんが放送された際、田中さんの名前はありませんでした。確執があった原因の一端は、おしんの脚本を担当した橋田壽賀子さんとの関係にあるようです。橋田さんの台本はセリフが多い上、一つ一つのセリフが長く、ハードな撮影スケジュールが組まれることで有名です。10行以上あるセリフが当たり前で、あまりのセリフの多さに覚えるのが追いつかず、当時の撮影現場は常にピリピリしていたといいます。その中でも田中さんは主役だったため、休みもほぼなく撮影に臨んでいました。その影響で、あまりの過労から突然気を失って倒れて救急車で運ばれ、そのまま入院することとなり、1ヶ月間撮影が休止となったのです。共演者は、優子ちゃんは出ずっぱり、撮影がない日もセリフを詰め込まないと絶対に覚えられないから、本当に休む間もなかったと思いますと振り返っています。そして、おしんは過去何度か再放送されていますが、1984年の放送では、田中さんの所属していた文学座の許可が下りずに、小林綾子さんが演じる少女騎士が放送されていませんでした。この理由は、当初、おしんのイメージで固まってしまうことを田中さんが嫌ったためと言われていましたが、本当は橋田さんとの不仲や確執が原因だと囁かれています。橋田さんは日本経済新聞に掲載された私の履歴書にて、これまで秘密にしていたが、と前置きした上で、田中は私と言葉を交わさなかったどころか、目も合わさなかったと告白しています。その理由について、脚本が出来上がる前に仕事を受けたため、いざ始まってみると、役柄が気に入らなかったんだろうと推測していました。しかし、期待以上のおしんを演じてくれたことに感謝しているとし、橋田さんは、それでこそ本当の名優だ、と記しています。現在は、田中さんは現在も多くのドラマや映画で活躍しています。田中さんは若い女優さん、俳優さんを育てる側にも回りたい。お母さん、おばあちゃん役も楽しいですよ。私にしかできないと思って演じていますと、後進の育成にも役に立ちたいと語っています。プライベートでは沢田さんと二人で仲良く暮らし、横浜の自宅付近を歩いている姿を目撃されています。近隣住民によると、お互いが出かけるときは玄関まで出てきて見送っているといい、沢田さんは家事も率先して手伝い、ゴミ出しもしているそうです。最高視聴率を叩き出したおしんの主役を演じた田中優子さん。沢田さんとの不倫スキャンダルやバッシングを乗り越えて、今は幸せに暮らしているようですね。これからもその演技力で様々な役を演じるだけでなく、若手の育成にも期待しています。あなたはどう思いましたでしょうか？いつまでも夫婦仲良く暮らしてほしいと思った方は、高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。